こんにちは助実です、えー、本日も前回に引き続きまして、2021年1月に購入した本、えー、パート2として紹介していきたいと思います。えーまあ、最初にちょっと1点、すみませんと、謝罪なんですけれども、前回、えー、エズラパウンドの翻訳者の新倉敏和先生、もう亡くなってしまったというような話をしたんですけれども、えー、大変申し訳ありません。えー、まだご存命でした。 えーっと私、新倉俊一先生、全く同じ字を書かれる、えーこちらの、この方はフランス文学者なんですけれども、ちょっとその方と、えー、謝っておりました、えー、大変失礼いたしました、えーっとですね。この新倉俊一先生と新倉俊一先生は、えー、字だけ見ると全く一緒なんですね。はい、であの全く同じ文学者で、えー、よくいろんなところでそれぞれお,お名前をお見かけしていて、私はある時まで同一人物だとばっかり思い込んでたんですね。 新、えー、倉俊一先生の方は、例えば結婚15の喜びとか、えー、訳されてて、えー、で利和先生の方は、例えば、氷田西脇淳三郎とか、あとはこの間の江面パウンドとかですね、まあ、あとはエミリー・ディキンソンとか、まあ、アメリカの詩を訳されているので、専門領域はあんまり重なってないんですけど、ただ、の <laughs> そういったあの大物ってあの手広いじゃないですか、やる範囲。んだから、ああ、この先生、すごいいろいろやられるんだと思ってたら、あの別人だったというです、ねえー、ことがありました。はい まあ、あの似たところだと、例えば、えー、フランス文学者に鈴木慎太郎という方がいます。えー、ビィオンとか、えーまあ、マラルメとか、ボードレールとか、まあ、手広く訳した方で、渡辺和夫とかの師匠筋に当たる方ですね。えー、で、この方、えー、私、すごい好きで,、えー、で、この人のですね何かゆかりのある、えー、喫茶店、洋菓子屋が、えー、東京都の西荻窪にあるという情報をキャッチして、あの友達と2人で行こうぜとか言って。 行で,す、ね、でなんか鈴木慎太郎絵を描くらしいよその絵があるらしいよとか言って「えー、多彩だね」とか言って言ったら、えー、全く同姓同名の、えー、洋画家だったっていう <laughs>、えー、オチがありましたはい、えー、黒田清輝の弟子筋の洋画家だったんですね <laughs>、えー、いやこれも2、うん、人でゲラゲラ笑ってあでもいい画家だねとか言ってなんかあのいろいろお土産物買ったりして帰ってきたんですけどあとは、えー、似たとこだと例えば松村達夫 といいいう方がいらっしゃいます松村達夫って聞いて、えー、皆さんな、どんな方思い浮かべますかね、えー、と私は最初は、えー、俳優さん、えー、思い浮かべました。あの男はつらいよの2代目のおいちゃんだったりとか、まあ、そのおいちゃん3代目の,あの下城正美になってからも、何度か、例えばあの夜間高校の先生役で出てきたりとか、いくつかしましたけど、えー、あとは有名なところだと、えー、黒澤監督の遺作、真田だ,だよ。 の,あの先生役、内田百軒役やってたりとか、えー、で、そっちのイメージだったんですけど、ある時岩波文庫ばーっとあさってたりしたら、えっ、ー、と、ロレンス・スターンの、えー、センチメンタル・ジャーニーっていう、えー、トリスラム・シャンディーで有名なロレンス・スターンに、えー、センチメンタル・ジャーニーっていう作品があるんですけど、まあ、それの翻訳者に、松村達夫って書いてあって、え、マジと思ってて、やっぱすごいんだな、内田百軒やるだけあるわ、とか、あんま考えなかったんですけどで、それから見てたら、江戸川乱歩をやってたりとか、 なんかとにかく多彩で、あれおかしいなと思ってよく調べたら、えー、別人でした。はい。<laughs> まあという、えー、まあちょっとそこからいろいろ話を広げた、まあ、ただの同性同名、えー、まあ新倉先生の場合は厳密に言うと同性同名じゃないんですけど、まあ、同性同名いっぱいいるよね、トーク。ということで、ぜひあの皆さんも同性同名とかですね、まあ、名前間違えてたよみたいなことあれば教えてください。名前間違えたというところで、 で言うと、フランクオコナー、がフラナリーオコナーとか、グレーマム・グリーンとジュリアン・グリーンとか、あ,のあと、ワシントン・ンアービングとジョン・アービングとか、ヘルマン・ブロッコ、エルンスト・ブロッコとか、あとオーエ、大江健三郎と、えっ、ー、とあのあの、アメリカ文学者の、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、あの人とか、変、うん、わり種だと、えっ、ー、と、バレリー・ラルボーを、俺、あの、バレリーとランボーの協調だと思ったこともありましたね。<laughs> はいえーまあ、そんな、えー、冗談はさっておき、えー、こいついつ本編入んだよ。じゃ早速やっていきましょうか。はいえー、前回はですね <laughs> えっと、もうなんか遺跡やったみたいな感じで、あの多分落語だったらここからあの上着脱ぐところなんですけど。はいえー、というわけで、えー、じゃあやっていきましょう。はいえー、前回はこの左上の蓮見、えーまあ、ひこみるレッスンとか、あとペソワとか、 あと、右上にあるウェズラパウンドとかをやったので、今回はその続きですね。じゃ見ていきましょう、はい。2021年1月に購入した本、その3ということで、いろいろ買っております。これは、えっと、このチャンネルで行ったポランショボさんで買った本が結構ありますね。はい、あの動画の中でも前、年岡州とか、あと、水上紀みとか。 あと、掴むとくにかげつ500年とか、買ってたのを覚えておいでの方もいるかもしれませんが、あと山口静止とかもそうですね、そうそうそう、えー、などなどあ、ちなみにこの山口静止区集、今ちょっとした、えー、事件というか思い出がありまして、これ、ポラン処方さんでこれ買わせていただいたんですよ。でえー、っとレジに持って行って店主の 方と喋ってたらあの、あなたは俳句にご興味があるんですかっていうふうに聞かれて、あ、そうなんです、山口聖子とかすごい好きでって言ったら、あのご天使の方があの、ついこの間までその山口聖子の読書会やってたから、あなたも来なさいとか言って、<laughs> えー、ちょっとお呼ばれ、えー、していただいた、すごい、えー、なんていうか、ご縁をつないでいただいた一冊ですね。はい、もう今日雑談しかしてないですね、すみません。はい、<laughs> じゃ早速本題、まあ、これ、何か本題か分かんない動画なんで、えー、ゆるく聞いていただけたらと思います。はい えというわけで、えー、買った本。えー、まず、荒井典子先生の数学は言葉。えー、これ、マスストーリーズっていうシリーズなんですけど、この本めっちゃいい。めっちゃいい。あのー、文系人間、まあ、私みたいなもう典型的な文,文系人間なんだけど、あのどうしても数学に興味がある。えー、数学のギフテッドじゃない人間はですね、この本本当おすすめですね。これは要は、 タイトルの通り、数学を言葉として捉えようっていう本なんですよ。だから、小立に和文数訳とか、えー、数文和訳みたいな。要は、数字を言葉として捉える。まあ、なんかの CM で、あの某あの物理の先生が、あの数式は言葉です、計算じゃないなんて言ってましたけど、まさにそのコンセプトで、えー、数学っていうのをきっちり言葉として捉える。だから、我々がある数式をとかを見たときに、えー、わかんないだろうと。それは、 言葉ある言葉が分からないときに、文法が分からないのか、語彙が不足しているのか、そういうように、数学だって、ある言葉の定義が分からないとか、えー、あること、えー、その論理が分からないとか、そういう何か絶対原因がある、だからそれをゆっくりゆっくり潰していこうっていうコンセプトで、えー、どういうふう定義ってそもそもなんだろうかとか、えー、そういうことをゆっくりゆっくりあの、いくらでもありますよ、そういう本、でも、やっぱこの文系の目線に立って、言葉っていう観点で書いてくれてるんです、すっごい通りあの風通しかいいんですよ。 めっちゃオススメです、この本、はいえー。このシリーズ、ちょっとゆっくり全部買っていこうかなと思ってて、えー、今、ゆっくり読んでいるところです。はい、で、えーと、次、インドの文学とイタリア文学史ということで、えーま、前回に引き続いて、えー、世界文学史シリーズですね。今、多分日本語で手に入るインドの文学、えー、インド文学史系はほぼ2冊。 だと思いますけれども、まあ、そのうちの1冊ですね、もう1冊の方はほとんど手に入らないので、まあ、ほぼこれが、えー、入手可能なインド文学に関する本だと思います。まあ、インド文学っていう、厳密に言うと、サンスクリット文学も含まれるので、まあ、サンスクリット文学だけだと、えー、例えばあの辻直郎先生のサンスクリット文学史とかも一応あるんですけど、まあ、インド文学幅広くだと、これが、えー、鉄板ですかね。であと、文国世中同じくイタリア文学史、はい えとイタリア文学史は、えー、と今現役で手に入るのはイタリア女性文学史というのはありますけれどもイタリア文学史全体の通詞本は、えー、ほぼないです、はい、現役で手に入るものはゼロと言っていいんじゃないですかねで、えー、とこの癖獣も絶版になっちゃいましたし東京大学出版のも全版になっちゃいましたし、えー、明治書院にあった南欧の文学っていうのにイタリア文学半分ぐらい入ってるんですけどそれも な、えー、くなってしまいましたし絶対になってしまいましたし、うん、実質今手に入んないんですよね。ほんともったいないなと。俺は世界の文学の中でどれか一か国選べって言われたらイタリアが一番好きなんですよ。特に20世紀のイタリア文学史の層の厚みったらなくて、やっぱ一番面白いんじゃねえかなというふうによく思ってて、うん、もし俺が生まれ変わって、もう一回大学行っていいよって言われたら、絶対イタリア文学科とかイタリア語学科行きますね。絶対行きたい。 やっぱそれくらい魅力的なんですよねイタリア、うん、まあだからちょっと本当にイタリア文学史とかあのいい先生たくさんあのいらっしゃいますけど国石先生とか、えー、藤谷道夫先生とかあいらっしゃいますけれども、まあ、やっぱりまだまだ人手があのすごく少ない分野なのでこれからより優秀な方がイタリア文学を志してくれると嬉しいなと思って見ております。はい でえー、と続いて、えー、伊藤浅先生のバリリー芸術と身体の哲学ですね。来ました、来ました。これもすごいわ。うん。伊藤浅先生っていうのは、東郊大学の先生で、えー、最近身体論っていうのが熱いんですね。界隈いだとあの。例えば、体に障害を持ってる人、目とかに障害を持ってる人がどういうふうに世界を認識してるんだろうみたいな、えー。あるいは、喋るときにどこ、と思っちゃうって、どういう現象なんだろうみたいなことを、いろいろな、 ところで、えー、最近論じられててていいいいいいるるそそういう本がすすすごい出てるんですけど、まあその引き付け役的存在とと言っ思まさっき言ったように、例えばうんと、目の見えないアスリート論とか、えー、目の見えない人はどういうふうに世界を見てるんだろうっていうご調書をたくさん出されているんですねあの。その障害を持ってる方にインタビューとかしたりとかして、で、伊藤先生の,その障害を持ってる方の捉え方って、えー、ハンデじゃない、マイナスじゃないんだっていうのが一番大事なんですね。 要は目が見えないだから、えー、障害を持ってない人間に比べてそこがマイナスだっていう捉え方じゃなくて、あのユクスクルクルの間世界のように、目が見えない人には、目が見えない人だけの美しい世界の捉え方があるんだっていう視点でいろんなことを捉えるんですよ。だから目が見えない、その分、他の感覚を総動員して、より豊かに情報を引き出してる。 だから例えば伊藤先生が一緒に目の見えない人と道歩いてるときに、目の見えない人がいろいろな、ここ、こういう感じですかとか言ってくることについてすごいびっくりするんですよ。あ目が見えてるからそんなふうに感じなかったけど、目が見えなかったからこそそれだけいろんなことを感じられるんだみたいな。うん、っていうようなことをたくさん書いてらっしゃる方なんですね。そんな方が、なんと、えー、白論。 えー、大学院生自体の専門がフランス文学のバレリーっていう詩人だということが発覚しまして私どけも抜かれたんですよ。えなんでなんと思って。うん、で、えー、それのことを知った当時それぜひ読みたいと思っていろいろ調べたらあの絶版でなんか3万円ぐらいしたんですね。<laughs> ふざけんなよ勘弁してくれみたいな <laughs>。と思ってまして。うんで、まあ、しばららく待ってたら あのなんとこの度文庫化されるということで、いや、本当ありがとうございます、講談社、学術文庫様々と、ま、え、し、ー、向けて寝られませんと思いまして、えー、急ぎですね、えー、本屋に走りまして、買ってきました。で、早速読んだんですね、まあ、あの全部じゃないですけど、うん、3分の1ぐらい読んだんですけど、めっちゃ面白い本。まあ、バレリーって、すっごい難解な詩人なんですよ。うん、私もバレリー修正っていうあの分厚い本、何冊か読んだりとか、一応してるんですけど、本当全然分かんなくて。 えー、で、えーあの、だから、バレリーわかんねえな、大丈夫かなと思って読んだんですけど、本当、全然そんなことなくて、伊藤先生がどういうふうにバレリーを捉えるかっていうと、バレリーの言葉は身体レベルに届く言葉なんだっていうのが大事なんですね。えー、要は、ある言葉がある。で、それを読んだ人が、何がしかの行動を起こすとか、その本能的なレベルで届く言葉をかける。 それがバレリーの凄さだっていう話をいろいろな例、引きながらあの詩とか、あとカイエっていうバレリーのノートですね、えー、なんかいろいろ引きながら手を替え、品を替え論じてくれる本。うん。だからバレリーの言葉って時代に合わせていろんな解釈が付与される。それはバレリーの言葉がそういう時代を超越して一気に身体レベルで突き刺さるからだっていう話なんですよ。めっちゃ勉強になる。すっごい面白い。もう詩の読み方っていうのが一新されてますね。うん。 最近いろいろなところで、えー、と人間が何かを納得するときっていうのは理屈じゃダメなんだっていうことがよく言われるようになってきました。私も最近読んでる本でそういうことをすごい、えー、論じている本を読んでるんですけど、このあとちょっと紹介します。えー、とこの後の動画で今日じゃないか、えー、次回のこれで紹介しますけどそうそう、なんかね、そういう中でこのバレリーっていう詩人がなんで力を持ってたかっていうのがその一端が分かってきたような気がして、うん、これすっごい面白い本ですね。 えっと俺も全部まだ読んでないですし、あの骨は折れますが、えー、おすすめの一冊になってます。はいでえー、っと続いて、千曲新書の世界がわかる、えー、比較思想史入門、これさささっと読んだんですけどあの、うん、いい本ですね。比較っていうコンセプトなのかなっていう感じですけど、本当幅広く、えー、東洋から、えー、中東西洋までいろんな思想を網羅されてる。で結構イスラム教教ととか宗教系のところも えー、しっかりやってカバーしてくれてるので、なんかあの広く、薄く広く知りたいっていう人にはすごくいい本だなっていう感じでしたね。はい。で、えー、と続いて、前敏夫、存在の秋と、えー、前敏夫歌手ですね。いや私、前敏夫という、えー、この人、20世紀の歌人です。はいえー、大好きでして、うんと、有名なところだと、そうだな、えー、と例えば、一周じゃ一番有名といってもいいのは、 悲しみは明るさゆえに来たりけり、一本の木の掛けらいにけり。前半、上の句の方では、悲しみというのが明るいからゆえに来たんだと。うん、でも後半で、えー、一本の木の影という、一気にこう影に落とすというですね、えー、っと、なんていうのかな、この上の句と下の句というのが、その、 対比的に読まれているその一筋縄じゃいかないですよねまずその悲しみっていうのが明るさから来るそ,、えー、そこでまず「あれそうなんだ」でさらにその後もう一点回来るっていう、えー、この自然と一体化し自然の中でいろんな感情の起伏を二点三点させていくっていうこの読みぶりにすごい、えー、心惹かれてあのやかもちの,のひばりの歌とかちょっと思い出したりしましたねはい。 で、えー、なんで前ように俺、興味あるかっていうと、前利夫という人はですね、えー、2つの理由で俺は興味があって、まず1つは、この人、ずっと、えー、詩人、歌人の中で、陰律を特に考えた人なんですよ。まあ、考えてない人いないんですけど、えー、でもその中で特に考えてる。象徴的なのが、この人、もともと自由詩だったんですね。陰律っていうものをからある種、自由になった、自由詩を歌ってた。でも、その後、陰律に行ったんですよ。 うん、ここの要は変遷がすごく興味があって、隠立っていうのは何を、何なのかずっと考えてるんですね。で、この「存在の秋」の中でも、えー、今日いかに閉じ込めるか、隠立を沈黙せしめるかっていうことに頭を裂くんですね。うん、ここはすっごい面白いなと思っていて、要は隠立に乗せるからには、隠立を雄弁にしたいじゃないですか。えっ、ー、と、歌とか、まあ、短歌とか俳句とかって、隠立の芸術なので、隠立っていうのを大事にすると思うじゃないですか。 で実際、あの現代の多くの単価は、陰立の中にいかに情報を詰め込むかだと思うんですけど、前同詩はそうじゃなくて、陰立をいかに黙らせるかということを考えるんですね。でも、自由視から陰立に行った人なんですよ。俺、どこにその秘密があるんだろうっていうのがずっと気になってて、まずそれが1点。うん、この「存在の秋」っていう随筆中を読んでちょっと見えてきました。あの ちょっと見えてきましたね。はい。でもう一点が、前年は、えっ、ー、と、奈良県の吉野っていう、えっ、ー、と、あの桜が有名な山ありますけど、あそこにずっと住んでたんですよ、晩年の方は。うん。で、俺が最も好きな、えっ、ー、と、平安松から鎌倉頭の歌人に西行という、えー、人がいるんですけど、その人も吉野に、えー、いおりを構えていたので、ちょっとそういったところでも、あの、なんかすごく共鳴するところがありまして、はい。うん。なんかやっぱ、詩人、歌人のその、 最後に山村、山奥に行くっていうのになんかすごい憧れるんですよね。この間名前を挙げた飯田竜太も山梨の山村にいて、いろいろと句を作った人ですけれども、なんかやっぱりそういった人って冷たい風の吹く、凛と厳しい作品なんですよね。うん。この間ゲイリー・スナイダーっていうあのネイチャー派のジジイの文章を読んでましたけど、<laughs> これ野生をいかに実践するかみたいな。 ちょっと最近そういう人に興味が出てきましたね。うん。なんかそういうのってロマン派とかともやっぱつながって、例えば19世紀のワーズ・バースっていうイギリスの詩人なんかは洪、まあ、水地方に行って、あのいろいろとそういう自然とのこう交換みたいなことをすごい大事にしてましたけど、なんかそういう詩人、歌人と自然っていうのは、まあ、すごく大きなテーマなんですけど、なんかまだ分かりきらなくて、これは都会に住んでる人間の限界なのかなとか。 そんなことををながら毎年を読んでましたね、はい、そこでいくともう一人大事なのはこの和歌山牧水ですね。和歌山牧水、1月の間結構読んでました。はいうんえー、残念ながら結構絶版が多くて、岩、え、波、ーまあ、文庫のこのみなかみなんかも絶版かな、確か、えー、なんですけれども、和歌山牧水という人は、えー、日本各地を旅して、で日本各地で歌を詠んだ人なんですね。元来 詩、えー、作、えー、俳句や短歌や詩ってを作る人って結構日本中旅する人多かったんですよ。まあ、さっき言った西行もそうですし、西行なんて四国行ったり、えー、東北まで行ったりしてますからね、もうかちあ,あちこち行ってる。うん、し、えーと、あとは農院奉仕とか、えー、そういう、あと場所ですね、まあ、場所なんか一番有名ですけど、いろんなとこ行くんですよ。で 今でも各地にポツポツと旅行行くっていう人は全然いますけど、こう、日本各地をアンギャするみたいな人って、やっぱ、過分にして知らないなと。うん。だからそういう意味で、ボックス水は、そういうアンギャ型の最後だったと思ってるんですよ。うん。そうですね。だから、ちょそういう理由から、すごくボックス水っていう人を、なんか、通詞的に。 あの流れで見たいなというふうに思ってて、結構、ス水は、えー、この時期、えー、いろいろ読んでましたね。はい。で、えー、っとあとは、いばな新書の関心、これはあの大津谷慶さんのいつかタコブデになる日の、えー、で紹介されていたので読んで、この間の関心ブックガイドでも、えー、取り上げました。すごいいい本でしたね、これ。はい。で、えー、っとあとは酒井豊孝先生、この方はあの多数決。 ええ、あの、限界の本ですね。あれの著者の方で、暗号通貨バーサス効果ということで、ビットコインについての本。これ、何年か前ですけど、あの、ビットコインの基本分かっていい本でしたね。はい。えー、あとは、世界文学シリーズでいうと、朝鮮小説誌という本も買ってみました。まだ読んでないです。はい。朝鮮、まあ、韓国、の文学、最近熱いですけど、意外と韓国、朝鮮の文学って、まだ、あの、そういった学術的に、歴史的な本ってほとんどなくて、やっと最近。 韓国近代文学史っていう本が東京大学出版から出,出たりとか、えー、したので、もこれからいろいろと明らかになっていくかなと。うん、日本の文学史を考えるときに、やっぱその朝鮮との交通、朝鮮文学を抜きにして考えるのは結構問題点が多いので、知りたいんですけどね、なかなか情報が少ないので、こういうふうにありがたいなと思いながら、えー、買ってみました。はい。で、えー、と続いてが、えー、これはですね、えー、とマルジナリア書店。 さんという部外瓦京王線とかあと南部線か JR 南部線とかが走っている、えー、駅に最近できた新館とちょろっと古書がある、えー、本屋さんがあるんですけどそこで、えー、私の大尊敬するですね、えー、哲学の劇場のお二人山本孝光先生と、えー、吉川博光先生のお二人が。 一日店長をなさるというですね、何、え、度、ー、も、えー、愉快で、えー、空前絶後のイベントが開催されまして、えー、行ってまいりました。はい、でその時に、えー、買った2冊になります。えー、まずは、このお二人による、えー、強調、人文的、あまりに人文的。えー、これ、ブックガイドですね。うんえーまあ、本当、広く、えー、っとふ、風光とか、 えっと読書猿さんとか、あとはちょうど自分が買った大西巨人とかですね、えー、本当にいろんな本、や,やっぱさすがだなと思いながら <laughs>、えー、パラパラ見てますけど、お二人がその対談形式であのその読書案内してくれるっていう、まあ、すごくいい本ですね。なんかいろんな本を幅広く知りたいなっていう人に、こういう読みやすいいい本が出てくれたなと思うので、まだちょっと全部読んでないんですけど、パラパラめくって読んだりしております。はい、でもう一冊が えー、片岡一郎さんの、えー、活動写真弁士これね、本当にね、もういい本、いい本っていうか、まだちゃんと読めてないですけど、<laughs> あのこれが出たことが事件、はいまあ。活動写真弁士という職業は、まあ、多くの方ご存知だと思いますけど、うんと前回あの、の蓮見ひこの見るレッスンのところでちらっと話しましたけど、要は、えー、と映画っていうのはその19世紀的な技術によって支えられていると、えー、録音と録画。 もともと最初はあのリミエル兄弟から始まって、録画だけだったんですね。で、えーと、映像だけだったと。だから最初は、えー、無声映画だったんですけど、そこにやがて、えー、声をその場で即興でつけるみたいな、えー、仕事ができてきて、それが活動写真弁士です。はい。うだからその頃は活動写真弁士っていう、人が声をつけたりとか、あとその場でオーケストラ弾いたりとか、1回だけあの東京フィルムセンターでそれやってたので、聞きに行ったことあったんですけど、あれは圧巻。 あのバレエとか見に行ったときにも、BGM、CD で書か、CD 書かないけど、あの録音で書かるのと、あの実際にその場で演奏してくれるのって全然感動違うんですけど、いや、なんか映画もこういう例で生で聞くとすごいなと思って、うん。だからこの活動写真弁士っていうお仕事、すごい興味があったんですね。あの山崎バニラさんとか、坂本頼通さんとか、すごい興味があって、でも歴史的にもすごく重要な仕事だと思っていたので、 いろいろ知りたいと。何年か前に、あの、カツ弁っていうドラ、ラマあの、映画か、えー、なんかもあって話題になったりしたので、いろいろ知りたいなと思って、えー、とりあえず一冊買いました。これ、えっ、ー、と、絶対買った方がいいです。あの少しでも興味ある人は。な、え、ん、ー、でかというと、おそらく、おそらく、えっ、ー、と、これ、あの、ちょっとおそらくですけど、まず増刷しないと思うんですね。<laughs> はい、えー。まあ、分厚いし、高いし、で、言うほど、おそらくその、なんていうのかな、 敷居は低くないと思うんですね。うん。いい意味で低くないんで、まあ、なかなかあの増刷はしないんじゃないかなと思うんで、興味がある人で絶対買った方がいいです。これ、今定価で買うのは安いと思います。いずれ値上がりすると思うんで、全般になったら、うん、これは買った方がいいと思いますねで。ちょっとこの本は結構腰据えて読みたいので、4月ぐらいから、えー、この類書、えー、活弁士に関する本をいくつか買って、えー、集中的に読もうと思っております。はい。 でなんか片岡さんが携わってらっしゃる展覧会が京都の方であるらしくて、ちょっと3月中にこのために京都にマジで行きたいんですよね。はい。ちょっと活弁し熱いなと。この間、言論で、えー、まさにあの山本隆道先生とあのトークイベントもなさっていたので、私、今週末にそれを視張するのが、えー、今週末の楽しみでございます。はい <laughs> そんな感じですね。えー、で、続いて。はい えこれはあれですね、えー、とこのさっきの人文的、あまりに人文的を購入したときに、えー、お二人、一日店長をしているお二人にサインを頂戴しちゃいました。はい。えっと。で、えー、この一日店長をしているお二人の名刺ですね。はい。なんかも頂戴うしちゃいましたという、えー、自慢でございます。はい。えー、というわけで、えー、すっごいまた今日もベラベラべらべら喋っちゃった。なんか最近、あのこのフリーだからということで、この、 雑談が楽しくなってきちゃって <laughs>。はい、すみません。えっ、ー、と、こんな雑談会ばっかりで申し訳ないんですけれども、えー、まあ、あの、ぜひぜひ、あの、皆さん何か感想程度で構いませんので、いろいろコメントをお寄せくださいませ。はい。えー、というわけで、えー、本日もご視聴ありがとうございました。えー、また次回お会いしましょう。それでは、さよなら。